ピリウィープー、ピリウィープーはニュージーランド出身のラグビーユニオン選手。ポジションはスクラムハーフ。1983年9月7日、ロワー,ーハットで生まれる。マオリとニウエの家系。身長178センチメートル、体重97キログラム。愛称はパウ。ネットボールの21歳以下ニュージーランド代表に選出される。テラウテカレッジ卒業。 2003年、ニュージーランド州代表選手権ウェリントン州代表に入り、オタゴ戦でデビュー。2004年、ラグビー21歳以下ニュージーランド代表に選出、スーパー12のハリケーンズに入る。同年、オールブラックスに初選出、11月20日、ウェールズ戦で代表デビュー。この年の州代表選手権はイカート戦で、ウェリントン州代表チーム最多大記録の1試合6。 ペナルティゴールを決める。2005年にはジュニアオールブラックスとニュージーランドマオリに選出される。2008年に再びニュージーランドマオリに選出。2012年ハリケーンズからブルースへ移籍した。ウィップルはもともとラグビーリーグをプレイしていたこともあり、ナショナルラグビーリーグのゴールドコーストタイタンズから熱心な誘いを受けていた。その前からすでにキウイズから、 正式なオファーもあった。2009年、タイタンズと入ッするナイズ、ニュージーランドウォリアーズのいずれかに移籍するとの噂も流れたが、ラグビーユニオン協会と2010年末までの契約を更新。ありがとうございます。